キラボス。皆さんどうもこんにちは。本日の動画はですね、東京ディズニーランドブーバイユーレストランの国長である、リーク・ゴッドが東京ディズニーランド今休園中なんですけど、ブルーバイユーレストランから、公式でレシピが出たので、チキンとクリームソースのやつですね、これを今日の夕飯、ナナ仕事で頑張ってくれてるので、今日ここはブルーバイユーレストランだよっつって、ね、夕飯で作っていきたいと思います。ちょっと本当に狭くてね、カメラもなんかこれのせいでね見れなかったりするんで、ちょっとごめんなさい、見づらかったりすると思うんですけど、できるだけ見やすいように動画作っていくんでお願いします。まず準備するものはね、こちらのね、もちろんチキンなんでね、もも肉ですね。ちょっとね、スーパーでやってるね、本格的なやつじゃないんですけど、こういうなんか高級なね、チキンじゃないんですけどね、今日こちら使ってブルバイユレストランにしていきたいと思います。レシピ通りに行くんでね、これなんかビニール袋でケイジャンシーズニングと混ぜていくみたいなんで、ちょっとケイジャンシーズニングがね分からなかったんで、うちにはこういったダシダっていう韓国のなんか天才的なねやつがあるんで、これとちょっとケイジャンシーズニングがなんかちょっとピリ辛なものって聞いたんで、この長野の七味をね一緒にミックスしていきたいと思います。ちょっとね完璧で痛かった、ただここは仕方ない。いきます。メロスイーやっていきたいと思うんですけど、自分一回鶏肉で失敗してるんで、失敗してるっていうかなんかめちゃめちゃやばい胃腸炎になったんで、もうそこはねしっかりとね、しっかりと衛生面はしっかりとやっていきます。本当にね、ごめんなさい、本当に申し訳ないんですけど、本当にね近くのスーパーにねケイジャンシーズニングなかったし、なんかこれを機になんかそれを探しにスーパー行くのも俺車ないし嫌なんで、これで勘弁してください。早速ミス発見、ウイスキー昨日飲み干しちゃいました。使うと思うんですけど、白ワインをねちょっとバッコリ入れていきたいと思います。壊れてる。冷蔵庫で2時間以上保管。はい、かしこまりました、料理長。2時間以上冷蔵庫に入れるみたいなんで、ちゃんと冷蔵庫に入れます。次にクリームソースを作っていくんですけど、ちょっとねこれもねなんかスーパー最近売ってないの多いんですよ。だからそれもちょっと踏まえて代用でやるんで、ちょっとそこだけスープ作っていきます。今ベーコンと玉ねぎ切ったんですけど、これをなんか炒めるっぽいので炒めていきます。なんかさ材料が結構足りなくてなんちゃってになりそうなんですけど、でもやっぱり大事なのはここなんで。うわっ、バターはないじゃん、あると思ってたのに。ナナに食べられたな。どのぐらいかわかんないけど、こんな結構ねニンニク好きなんでね、ガッツリ入れていきたいと思います。炒められてる中で玉ねぎを投入。イタリアンの匂いがしますね。うわ、やばい、クリームソースめちゃめちゃ。肉の方やっていきたいんですけども、肉はこれでねバッコリやっていきたいと思います。バッコリね。それではね、一度味見の方をしていただいてみたいと思います。いただきます。まずスープです。うますぎる。これだけで食べれる。やばい。これとご飯あれば食べれる美味しさ。天才的かもしれない。まずね、フライパンを熱します。そこに、今、味付けをね、たくさんこうやってしたチキンをね、投入して、しっかりとね味のついたチキンなので、これをね焼いていきたいと思います。ただここに書いてるんですけど、本来はねグリルしてるんですけど、なんか今日はね違うっぽいですね。まあフライパンでできる簡単な家でのっていうのがコンセプトだと思うんで、うわっこのまま食べれる。怖い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 、俺こういうの一番苦手なの。
俺熱いの苦手なんですよ、こう見えて。よし、このね、昨日飲んでしまったバーを見てください。数滴あるね、これをね、バッコリ。うおぉ、時間もあれなんで、しっかりとね、これで火を通していきます。ね、では盛り付けをしていきましょう。長野様、お待たせしました。こちらが当店オリジナル料理ブルーバイユレストランのチキンと、こちらがジャガイモと特製ホワイトソースになっております。で、こちらがライスになっておりまして、こちらなんと当店特製オリジナル梅酒になっておりますので、それではごゆっくりどうぞ。せーの、いただきます。はい、ちょっと切りづらいお皿ですがね、そこはちょっとご愛嬌ということで。どうですか、ブルバイレストラン行った？うん、行った。どんな感じ？今頭に流れてる曲歌って。ほら、どんな歌流れてる？ほらこれどんな歌？両方